明日リニューアルオープンする仙台市科学館の新しい展示内容が今日公開されました。青葉区にある仙台市科学館は去年10月から老朽化による修復や展示物の更新を行っていて、関係者や報道機関を対象に内覧会が開かれました。公開されたのはリニューアルした4階部分です。宮城仙台の自然と科学の探求の2つのテーマに分かれていて、臨場感あふれる展示物やさまざまな体験を通じて科学の知識を学ぶことができます。また巨大な周期表は実際の物質も展示されていて、自分の目で感じながら科学の原理や法則を学ぶことができます。そして館長一押しがドローン映像を使ったこちらの施設です。スカイアドベンチャーという施設がございますので、それ疑似体験ができます。ドローンで撮影してるんですけれども、自分がですね、空を飛んでいるような感覚でですね、仙台の自然をですね、楽しみますので、ぜひ味わってもらえればと思います。仙台市科学館は明日午前9時にリニューアルオープンします。